虹なるを入れる。いな、大きにな、からに、えらい励ましの言葉もて、喜んどったで。よく来るさしてもらうわ、言うてな。代わりに足がやから、からの代わりに。おい、YouTube、やらしてもてますが、今日はせやから川原公認ですわ、このスマートフォンっていうやつな。時々足こそっと勝手に使うけど、今日は川原公認やから思いっきり行くで。まあ、最初に川原な、なんや、愛知県の大村知事、コールセンターか、電話しとったわ。やっぱり相変わらずの、あれ、オペレーターさんちゅうんか、電話取ってくれる人、なんか変わる、オペレーターとかなんか言うとったけど、その人によっても全然なんか対応が違う言うてな、ブツブツ言うとったわ。その動画撮ろうかなとか言うてわしに言うからな、その同じことばっかりお前のアピールなんかしてお前どないすんねん言うて怒ったったんや。ほんなら、そうか、ちゅうて。なや、電話入れてやな、同じことを言うとったで。まあ、それだけちょっとさっき報告させとくな。ほんでな、こんなんな、みんな、わしみたいな、柄悪くならんようにな、ちょっと自分の反省も込めてやな、失敗談も込めて、皆さんに、このようにしたらどうかなっていうふうな、ちょっとわしなりの考えがあって、ちょっとずつ話していくわ、長なったらまたみんな嫌がるからな、こんなんがら悪いのがやつまでもわじゃ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 逃しとったらな。たんは、おおきにな、ありがとうな。コメントやだし、コメントありがてえ、たんは。あ、みんな見えてるよ。ええねもんなん、どうでも。まずな、10代。な、わしの、父親っちゅうのはバクとやったからな。だから、バクとの、な、昔、ね、まあ、今で言う、もう反社の部類に入れられてまうんやけど、バクトと敵やとはさ、反社とはちゃうんやねんよな。もうみんな、まあ、一緒にしても、一緒ごたにしてもって、反社っていう言葉でまとめられてしもとるからさ、まあ、反社言うことにしとこうか。で、わしの親父は、わし生まれた時は、バクトやったんや。バクトやな。バクチューチや、言うたら。で、まあ、そこそこ、な、その団体の、上の方やったんや。だから、あしは坊ちゃん坊ちゃんで育っとるさかいにゃ。風呂入れてもらうんまやな。お前、あの頃家に風呂あるなんて珍しい、今から考えたらな。みんな銭湯へ、行ってる頃や。まあ、商売、親父の商売上な、そこそこの家住んどった。昭和39年、オリンピックの年は前のな、東京オリンピックの年。ほんで、まあ、風呂が入れてもうたり、なんやなんやしてくれんのは、親父の若いのがやってくれとった。な、もんもんや。全身もんもん。もんもんちゃんや。わしも子供の頃にはな、自分も大きくなったら、僕はどんな映画、背中に出るのかな、なんてな、アホみたいなことを考えとったわけや。もうそれが大人になったろうな。お前、ももんちゃんが勝手に出てくる思うとったわけや。こんな中で育ってやな、まあ、環境にもよるわ、家庭のな。環境にもよるけど、まあ、それが大体失敗談や。失敗談の始まり、失敗の始まり。まあ、虹成工事の失敗の始まりや。で、まあ、10代の話を。
10代の時にな、わしの失敗から考えて、とりあえず10代は学業に専念した方がええと思う。まあいろんな事情でな、横道それる人もいてるやろうけど、できることやったら学業に、専念する方がええと思うで。な、小中高で頑張ってやな、大学ええとこ行って、とりあえず10代はな、まあ大学ええとことかそんなんどうでもええわな、まあ、大学行かんでもええ、せやけどな、ちゃんと真面目に高校は、今も義務教育なっとんのか分からんけどな、真面目に学業にはな専念して、その方がええで、そのせなこんなんなってまうで、わしみたいに柄の悪いのになってまう、どうしようもあれんもんだもん。わしは、中学の入学式や、わしらの年代の人やったら上がってあるやろうけど、川崎の FPK な、400、FX400、機械音が好きでな、やんちゃな、2個上の先輩から、お前入学式はこれでいかんかいっちゅうて言われてやな。小学校5年からくれとったからな。入学式、お前みんな整列運動場で、整列してるとこ、お前 FAK だよな。あ、バン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 言うてやな。何言って、青みたい、今から考えた青みたいや。な、赤毛の至りや。今から考えて反省してな、戻れるんやったら戻りたい。真面目にやるわ、違って。で、20代。20代になったら、仕事にせいだしな、あれ。20代、30代は、一番馬力がある。30代、一番馬力あるんかな。うん。ほんで、ある程度、な。20代、半ばから後半ぐらいで、奥さんもろて初代持ってやな。で、苦労買うてでもやって、会社勤めして、真面目にな、会社勤めて、たまには息抜きすればええけど、ガス抜きすりゃええ。真面目に。ほんで、嫌な上司もおると思う。な。だけどそこらはうまいことよ。うまいこと、世間に合わせてやっていったらええ。わしはそうやん思う。わしはな、もう、中学校もまともに出とらんからな。そんな状態やから。んで、まあ、さ、今言うたみたいに30代、一番馬力があるんや。な。そろそろ30代入っていったら、徐々に、な、下のもんができてくる。先輩になるわけや。役職で言うたら、係長とかな、うん、そんなんなっていけろる。頑張っとったら。真面目にやって、たまにガズ抜きはええ。せやけど、基本真面目に行くんや。真面目が一番や、この世の中。真面目がアホ見るけど、アホ見たらええ。な。真面目なもんがアホ見るっていう世の中や。やけど、アホ見たらええ。それでも真面目は貫き。そうやないと、こんななってまうんや。柄の悪いの。で、30代、そこそこ後輩できて、部下になる。そこで偉そうなこと言うたらあかん。可愛がったらなあかん、下のもんは。な。で、自分の上司が、直接自分の部下に文句を言おうもんなら、
な、十分かかりちゃったら、次上言うたら、課長か。会社で言うたら課長なのか、うん、いや、課長さん、ちょっと待ってください。私の部下の、なんちゅうの、失敗は、これは、私のせいですと。な、うん、で、下かぼたで、で、上に文句言い。男やな。男は、男、男の話しとんねんね。女の子の話しれへんで。わし女になったことないから、女はわからん。んで、次40代。まあ、ある程度 A クラスになっとる。真面目にやっとったら。40代。真面目にやっとったら、そこそこ A クラスになってる。だけど、10分超えてもだから、もうここでやめとく。また次の動画で、この話はする。こんなんなったらあかんで。西成法人みたいなもん。こんな柄の悪いの。世間さんの迷惑や。な。世間さんの迷惑分かって、承知してこないして、恥さらして、皆の前出てきとる。やけど、こんな最悪なもん、しゃあないやろ。こんな柄悪いのってあかんで、みんな。ほなな、次の動画で会おう。次この話するかどうかは分からんけど、また誰かコメントくれてあるわ。ほな、また次の動画で会いまよ。西成浩二ですわ。おおきに。